いや楽しみですね。ポテト。みんなね、これね、全日本ペヤング愛好会の方でね、みんなさんあげててね、食べてるって話で、すごい楽しみにしてますよ。ポテト入ってますね。ほら、ね。で、ソースを入れます。おっぱいは世界を救う。はい、どうも。淀川りんかいです。で、まあ、分かってると思うけど、ペヤングですね。レビュー撮りたいと思います。緊急事態宣言出たんで、自宅でおとなしくペヤングを食べましょう。で、今日はこの新作ペヤングポテト、ポテトですね、ポテト、こちらの方をレビューしたいと思います。で、これね、イラストはイメージです。イメージらしいです。よくあるあるですね、これね。それでいきたいと思います。こちら、エネルギー555キロカロリー、タンパク質 8.9、 脂質 27.0、 炭水化物 69.1、 食塩相当量 2.8 ですね。いやー、これね、探しました。なかなかありませんでした。ローソン、いろいろ探して、ローソンにあるという技を気づけなくて、ドンキにあるという情報を得て、ドンキに行ってきて、やっと買いました。いやー、これ食べたかったんですよ。やっぱポテト入り焼きそば、有名な野田焼きそばさん、こちらもポテト入り焼きそばです。それのペヤング版食べれるとは思いませんでした。でね、多分味は多分ソースだと思うんですよ、純正ペヤングの。そう思ってるんで、違かったらショックでかいんですけど、ポテトにペヤングソース、まあソースとポテト合いますからね、プラス焼きそば、盆と正月が一緒に来る焼きそば、ペヤングマラカ食品、開封したいと思います。よっ、これ袋取っときて、なんとかなんないんだよ、これ。ああ、切れちゃった、もういいよ。色が違います。限定だと色が違うということになって、多分マルカ食品、俺のやつを見てます。これソース焼きそば違うかもしれないね。いつもと違うソース入ってるぞ、これ。マジか、これ。マジかよ。火薬を麺の上に開けたからいいんだな。で、3分後、湯切りして3分後に、ソースとふりかけですね。入ってるもの、火薬。ポテト入り火薬。焼きそばソース。ふりかけ。その3点です。で、安定の3分の待ちですね。で、火薬を入れて、ポテト入ってるね、ポテト。ポテトが入ってる感じ、ね。で、お湯はもう、あっち、沸かしてあるんで、お湯は3分ですね。これで3分待ちたいと思います。今回ね、あれなんですよ、こちらとこちら、さすがに私一人だと無理っぽいね。4,984 カロリーだよ、死んじまうよね。で、キャンプでこちら作って、食べてるところを撮って、
で途中でカメラ止めてみんなに分けて最後私が食べて食べきったぞってやろうと思ったんですけど、あの緊急事態宣言で、あのキャンプ自体中止しました。さすがまずいです。で、あのこれ食べれなくなってしまったんでどう取ろうか今考えてます。結局残したくないんですよ。だって作ってくれた方に失礼じゃないですか。だからどうにか動画的にうまく撮る方法で撮って開封したいんですよ、賞味期限が来る前に。なんかいい方法ないかなと思って試行錯誤を考えてるんですけど今まだ全然浮かびません。まあこれはまあペヤングは食べれますよね。でこちらはあのもう1個レビュー上げてます。あの岩下の新生姜で、新生姜さんはあの新生姜さんで、私の方はあの今度はクッキングであの新生姜レシピとかやってみたいと思ってるんで、まあ、これは食べないね、コレクションでもいいかなと思うけど食べちゃうと思うんですよ、新生姜大好きなの。でこれは食べれます。これもまあなんとか、うん、いけるんで、問題はこれどうしようかな。まあこれあの食べてもあの中身食べてこの箱は取っといて撮影の時使いたいと思うんで、まあこれはずっとあると思います。どうしようかな。ちょっと考えものなんですけど、まあちょっとそのうちこのアイデアがふーっと入ってくる時あるんで、その時それでやろうと思います。あとねここにはないんですけど、実はあのアップルパイももらってもう一個あるんですよ。でそれもどうしようかな、普通に食べちゃえば食べちゃうんで、まあペヤングは勝手に増えていく、これはほとんど買ってないですから、買ったこれだけ。あ、今日これ降ると雨が降ると言われてるペヤング果たしてどうなるか、これを食べてあの大雪になるかもしれない。松岡修造が来ると雪が降らないレベルのことになれば、まあ、私もペヤングさんにあのフォローされるかもしれない。あのツイッターペヤング公式さんあのフォローお待ちしてます。言い続ければ夢は叶う、もう100日ぐらい言ってるかもしれないね。3分経ったんで、じゃあ湯切りしたいと思います。まだかもったいない、これ吸ってから、楽しみです。みんなね、これね、全日本ペヤング愛好会の方でね、皆さんあげててね、食べてるって話で、すごい楽しみにしてますよ。ポテト入ってますね。ね。で、ソースを入れます。これ、どんなソースだ？ペヤングソースじゃないのか、もしかして。オタクソースだったしね。違うの？なんかドロドロオタクソース系のような気がする。いつものペヤングソースじゃないぞこれ。でふりかけ、ふりかけもいつもと違うぞこれ。あ、青のりじゃん、青のり 100% じゃんこれ。うわーきついな、青のりあんま好きじゃないんだよ。もう食べれなくないけど。で混ぜていきたいと思います。なんかソースの代わりがオタクソースだぞこれ。オタクソースかもしかして、ポテトだから合うかもしれないけど、ふりかけ見てから入れてくる。はい、できました。ペヤングポテト、では実食したい。
まゆう。あんまね、フェンドソースじゃない。オタクソースっぽい。違う。俺の味覚が変なのか。ポテト。うん、これいい。まゆう。ポテトうまい。ポテトとキャベツこれ。うん。これ撮影忘れて食いそう。ペヤングのね、麺。で、ソースがね、ちょっと甘みかかってる感じなんですけど。うん、それで、こちらのポテト。すっごいいいアクセントになる。これさ、定番化した方がいいんじゃないのこれ。うまいよ、これ。限定じゃなくていいと思うよ、これ。美味しい。うん。これあったら買うもんね、普通ね。うん、まゆう、うん、こちらのポテトかなりうまい。うまいじゃん。まゆう、まゆうだ。まゆうです。これいい。あのね、ほんとポテトがいいアクセントになってる。何回か言ったけど、こちらあの定番商品としてあの一応ご希望します。まあこんな感じですね。うん、まあちょっと迷って、食べてみたいなと思った方、私の動画を信用するなら、これを食べた方がいいです。まあ、そんな感じですね。では、以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、たまには、高評価いただけると、嬉しいです。で、コメントいただけると、もっと嬉しいです。では、また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。I believe back. チャンネル登録よろしく。